チャウヌ、イギリス現代美術の巨匠、マイケル・クレイグ・マーティン展にボイスアンバサダーとして参加、音声ガイドを務める。紳士登場さんなどに出演の女優ユンジに、YouTuber が言及を否定。YouTuber の主張。ユンジニが過去に遊興施設で働いていて、店のトップセールスになるほど人気だった。本人の主張。根拠のない話を作った映像だ。カンスンユン、ソユラ出演の日韓男女グローバルオーディション青春スターは、今月28日に放送開始を予定していたが制作現場で新型コロナ感染が起きたため5月19日に変更。制作発表会も5月19日午後2時に延期。今月30日より日本デビューコンサートを開催。歌手イムチャンジョンの妻ハヤンさん。運転中に車内にいる息子たちの写真を撮って物議。ネットユーザーが指摘した内容。息子たちがシートベルトをしていない。運転中の携帯電話使用は違法。ヒョミン、意味深投稿が話題に。インスタにイドラザーダイザンマリーヒムと書いたノートの一部を掲載。した。すぐに削除。Most of all you should go on a jet という英文が書かれたものに変更。ジュノ、社会含む要因として含むしていた時の美談が広がる。ネットユーザーが明かした内容。含むしていた障害者保護センターに車がなかったので、大型ワゴン車を寄贈。今月20日の障害者の日にセンター勤務の人たちにピザを送る。